僕の大好きな遊び場にロープが張られてる。危ないって大人たちは難しい顔をして、機械とにらめっこ、退屈だな。明日からどこで遊ぼう、誰の言うこと聞けばいい。こんな晴れた日は畑に行こう、もぎたてのトマトは格別なのさ。洗濯物だってよく乾くでしょう。ねえ母さん、どうして東の空見てるの。明日には雨になるという、みんなの顔がまた暗くなる。と拳を上げたあの人たちの声はどこに届いたの。忘れちゃならないこと、忘れないため歩き始めた人は今どこにたどり着いたの。明日晴れたら一緒に遊ぼう、でも誰の言うこと信じればいい。どのくらいまたならまたできるかな、どろんこ遊びや落ち葉踏み。大切なことはお日様の下、元気いっぱい遊ぶことって大人たちは言ってた。確かに